エジプトはナイルの賜物と言われてきたように、まあ、ナイル川の恩恵で早くから文明が栄えて今もその恩恵を受けています。なんか雄大なナイル川を見るとなんかちょっと感動しますね。朝日が昇ろうとしています。さて、2年ぶりのカイロなんですけれども、このクレイジーニュースのアイコンにもなっているモハメド・サラーの描かれている有名なカフェに来ました。まあ、なんと今はサラーがマスクをしてますね。いやー、本当に久しぶりに来ましたね。で、あとこのカフェ結構多分有名なんですけど、まあ、地元の人たちも多分結構使ってるカフェですけど、ここのなんとここのカフェのオーナーが私が3週間泊まっていたダハブのセブンヘブンのオーナーといとこだということですね。はい、これはすごい、まあなんとも縁を感じますね。前回は昼間に来たんですけど、夜に来てもまた雰囲気ありますね。ここでご飯も食べてゆっくりお茶もしたいなと思います。
このライトアップはいつもなのかラマダンだからなのかちょっと分かんないですけどね、結構派手に飾られてますね。あー、お腹すいたわ。カイロに来るとやっぱり少しあのマスクをしている人もいますね。ダハブはもう皆無でしたけど、チラチラマスクをしている人もいますね。いやー、お腹すきました。まずはサラダから、うん、もう最初ここのオーナーに日本人かって聞かれて、日本人だって言ったら日本人はもうお断りって、もうね 4,5 回言われて、いやこんなひどいことあるのって思ったら、もう真顔でね結構4回5回言われるから、本気に撮ってたら冗談だって言われて、挙句にビデオ撮ってたら、あーこれビデオ撮ったら10ドルだからって言われて、慣れない場所ですからね、そんな風に言われたら信じちゃいますよね。価値が悪い。いただきます。コフタ、うん、あ、おいしい。メロンソーダみたいですけどね、レモネードです。ちょっとミントの風味があるレモネードですね。おいしい。後ろの学生に聞いたら、これはあのラマダンのデコレーションらしいですね。いいタイミング、ラマダンしか味わえない雰囲気を味わってます。いいですね。